遠山隆史役、森山未來さん、オールアップでーす。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかずっとこう朦朧とした、なんかこう1ヶ月間ぐらい休止みたいな、なんかこうすごく面白い曲をしていたなって思います。なんかこの映画で春を迎えられてよかったなって思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、110番警察です。事件ですか？事故ですか？事件ですか？事故ですか？事件です。遠山洋二さん、71歳ですね。大学の教授だったんですね。疎遠だった父との再会。認知症の彼はまるで別人で、母は行方不明になっていた。直美さんはどこにいるんですか？自殺をしましたよ。ハサミで折って、うん、ここをチョキンとさ。お父さんの手紙？すごい数だよ。精神の姿勢。それ父がっていうことですか？あんたらもしないんでしょうが！初めて父の記憶に触れ、私は今初めてあなたを知りたいと思った。ここにいない、それが全部ですよ。大いなる不在。